今まで撮影した写真とか動画は、すべて、この外付けハードディスクの中に入ってるんですけど、なんと二つとも満杯になっちゃったんですよ。バッファロー製なんですけど、これ、外付けハードディスク二つとも満杯。で、一旦切ります。で、バッファローの外付けハードディスク買ったんですけど、見てください。ローカルディスク C、真っ赤っかです。で、動画編集すらできなくなっちゃって、満杯になっちゃって。今、データを外付けハードディスクの中にみんな移行させたので、今から動画を削除するとローカルディスク C がどうなるか、いきます。いきます。削除。削除。削除しました。削除ボタンを押した。30ギガ。すごい数だ。よし、行くぞ。31ギガ。400個の項目。あ、行った。あ、行ってんねんが。500。600。多すぎたか。700。800。100ギ、よし、あれ。160、190ギガ、200ギガ。よし。300ギガ。よし、来た。あ、なんだ。完全に削除しますか。はい。あ、なんだ、こんな感じになるんだ。時間かかるんだ。さあ、どうなるか。ローカルディスク C。あ、なんだ、こういう感じになるんだ。終わってからなんだ。みんな削除しちゃってます。60%。いいんだよね、これ。あ、ハードディスク入ってますもんね、ちゃんとデータは。70% 削除率。80% 突破。削除率。90% 突破。いよいよローカルディスク C が。どうなる？99% 完了。あと 1%。100いった、入った。これですよ。これ何のデータが入ってんの？これだけの量。謎ですよね。何も入ってないやつ。空っぽだもん、俺のパソコン。そんなに入ってんだ、これ。1、2、4分の、4分の1。なんだろうな。よし。